典型的な動物細胞の模式図、核固定、細胞核、リボソーム、症法、素面症胞体、ゴルジ体、微症感、活面症胞体、ミトコンドリア、液胞、細胞質気質、リソソーム、中心体微小管は、細胞中に見出される直径約25ナノメートルの感情の構造であり、主にチューブリンと呼ばれるタンパク質からなる。 細胞骨格の一種。細胞分裂の際に形成される分裂装置の主体はこの微小管である。上からチューブリン二両体、プロトフィラメント、微小管チューブリンにはアルファ、ベータ、ガンマ、デルタなどの種類があることが知られているが、微小管は主にアルファチューブリンとベータチューブリンが結合したヘテロ二両体を基本単位として構成される。アルファ、 ベータチューブリンからなるヘテロに両体が繊維状につながったものをプロトフィラメントと呼び、これが螺旋の形で11から16本程度集まって感情の構造を取ったものが微小管である。細胞中に見出される微小管の主なものは13本のプロトフィラメントからなり直径が約25ナノメートルである。また弁毛、弁網、線網にはダブレット、 トリプレットと呼ばれる2本、または3本の微小管が融合した構造も見出される。細胞中の微小管の表面には微小管結合タンパク質と呼ばれるタンパク質が結合している。これらの結合タンパク質の種類は神経細胞、弁毛、繊毛、防水体など組織や微小管の機能によって異なっており、微小管の機能を調節していると考えられている。 チューブリンと、この微小間結合タンパク質の複合体を抗議には、微小管と呼ぶ。微小管には、方向性があり、チューブリンに両体が付加しやすい側を足す端、乖りしやすい側を引く端と呼ぶ。端と引く端では負荷の速度が2倍程度違う。負荷、乖りの速度は有利チューブリンの濃度によって決まり、高濃度の場合は、いずれの端でも負荷が起こる。濃度の低下とともに、 まず引く端での負荷が止まり、低濃度では、いずれの端でも乖離が進む。身長と乖離の速度が等しく、全体に平行状態となる濃度を臨界濃度と呼ぶ。微小管の見かけ上の長さが変化しない場合でも、常に端での身長と引く端での短縮が起こっており、この状態をトレッドミルと呼ぶ。なお微小管端においても、臨界濃度以上の有利チューブリンが存在していれば、 必ずしも身長が続くというわけではなく、重合を続けていた微小管が突如急激な脱重合を起こすことがあり、これを動的不安定性と呼んでいる。この微小管の身長と短縮は微小管結合タンパク質によって様々に変化する。微小管を安定化するもの、微小管を切断するもの、微小管同士を結合するものなどがある。微小管はその引く端を中心体に置き、 重合の場である橋を細胞内の様々な領域に伸ばすことが多い。なお、中心体を構成する、中心子自体、球体の三連微小管が、環状に配置したものである。また、中心体には、ガンマチューブリンが含まれ、このガンマチューブリンに結合する形で微小管が、伸長する。細胞分裂の際に形成される、防水体や、線毛や、 弁網の主要な構造は、複数の微小管の束からなり、染色体の移動や、弁網だなどの運動を司っている。微小管を足場とする、モータータンパク質として、ダイニンやキネシンなどが知られている。これらのタンパク質は、細胞の挙否的運動のみではなくタンパク質や、メッセンジャー RNA といった分子の細胞内極剤にも関与しているが、 この場合の引く端から端に向けての輸送を巡行性、端から引く端に向けての輸送を逆行性として区別され、いずれの輸送も微小関係と細胞質中に存在するモータータンパク質群との相互作用によって起こる。巡行性の輸送はキネシンが逆行性の輸送には第2が重要な役割を果たしていると言われている。コルヒチンやビンカアルカロイド系の抗ガン剤は、 微小管の伸長を阻害する。キサ酸系の抗がん剤は逆に乖離を阻害し、微小管を極度に安定化する。いずれも分裂装置の主体である、微小管の不全をもたらし、細胞分裂を阻害することから、分裂毒と呼ばれている。微小管の重合を阻害する薬剤であるコルシチンは、防水糸の形成阻害を起こすことから、果樹では種なしの果実を品種改良により作成する。 際に使用される、ありがとうございます。